はい、るいチャンネルです。今日も前回同様体幹やっていきます。で、前回はインナーと言われる部分を鍛えていきました。まあ初級編なんですけども、で、今回はアウターという部分を鍛えていきます。後ろの部分になってきますね、主に。ですが、まあ今回も腹筋を結構使ったりするので、まあ前回言ったことをしっかり意識しながらやっていきましょう。で、今回も3種類やっていきます。まず一つずつ、説明しながらやって、まあ、全部3種類とも、実際に、何回か何秒かっていうのをしっかりキープしたり、回数重ねてやっていきたいと思います。今日もね、皆さんしっかりチャレンジしてみてください。ではまず1種類目から。1種類目はクランチって呼ばれる部分ですね。まあ前回もやったんですけども、ほとんど一緒のような動作になるんで、しっかり確認しながらやっていきましょう。ではクランチやっていきます。まあ、少し違うのは、今回は足を上げないという部分です。足を上げずに、体だけ起こしていきます。この時しっかり起き上がる時に、背中を床に押し付けながら肩甲骨を浮かせるようにしていきます。顎もしっかり引いてくださいね。では、3秒かけて起き上がって、3秒かけて戻すのを10回やっていきます。ではいきます。1回目、1、2、3、1、2、3、2回目、1、2、3、1、2、3、3回目、1、2、3、1、2、3、4回目、1、2、3、1、2、3、5回目、1、2、3、1、2、3、6回目、1、2、3、1、2、3、7回目、1、2、3、1、2、3、8回目、1、2、3、1、2、3、9回目、1、2、3、1、2、3、10回目、1、2、3、1、2、3。はい、こういう感じで、やっていってください。はい、次に、半身クランチという横向きのクランチをやっていくんですけども、まずこういう感じで、横向きに寝てもらって、膝少しだけ曲げます。そして、まず足を上げて、そして頭も上げて、で、この状態を3秒キープ。これを左右10回やっていきます。しっかりね、呼吸を整えながらやっていきましょう。ではいきます。1回目、1、2、3、2回目、1、2、3、3回目、1、2、3、4回目、1、2、3、5回目、1、2、3、6回目、1、2、3、7回目、1、2、3、8回目、1、2、3、9回目、1、2、3、10回目、1、2、3。はい、次逆向きやっていきますね。はい、さっきと同様足を少し曲げていきます。1、2、3、2回目、1、2、3、3回目、1、2、3、4回目、1、2、3、5回目、1、2、3、6回目、1、2、3、7回目、1、2、3、8回目、1、2、3、9回目、1、2、3、10回目、1、2、3。ということで、半身クランチなんで、まあ横結構くるかなと思います。では、今回の種目ラストですね。はい、バックアームスイングと言われる、体幹ですね。
まず、四つん這いになってもらって、この時しっかりねお腹をへこませるように意識します。はい、へこませてまず右手からいきます。はい、こう伸ばしてもらってで横に来てで上、これを3秒かけて行います。1、2、3ですね。これを左右10回ずつやっていきます。ではね一緒にやっていきましょう。ではいきます。1回目、1、2、3、2回目、1、2、3、3回目、1、2、3、4回目、1、2、3、5回目、1、2、3、6回目、1、2、3、7回目、1、2、3、8回目、1、2、3、9回目、1、2、3、10回目、1、2、3。はい、では逆やっていきます。はい、いきます。1回目、1、2、3、2回目、1、2、3、3回目、1、2、3、4回目、1、2、3、5回目、1、2、3、6回目、1、2、3、7回目、1、2、3、8回目、1、2、3、9回目、1、2、3、10回目、1、2、3。はい、ということで、今回も体幹やってきました。ね、どうだったでしょうか。まあ、結構毎日続ければ、効果も出てくるかなと思います。皆さんね、実際一緒にやってもらって、しっかりと体幹上げていきましょう。実はね、この撮影実は3回目なんですよ。ね、カメラがねちょっと回ってなくてね、もうジムカメラなしに勝手にやってたっていうだけで、それが2回続いて、なんと3回目で、結構ねきついです、もう全身。それくらい結構回数重ねればきついものなんで、まあ本当に有効活用してもらえればと思いますし、今後もまあ上げていくんで、ぜひねチャンネル登録まだの人はよろしくお願いいたします。